立命館大学大阪茨城キャンパスは、2015年4月に開設した立命館大学の4つ目のキャンパスです。 JR 東海道線、近畿自動車道に隣接する交通自便な都市型の立地で、敷地はおよそ 10.6 万平方メートル、キャンパスはおよそ11万平方メートルの延べ床面積を持ちます。ここではキャンパスプランと建築、各施設の特徴をご紹介します。立命館はキャンパス計画室を設け、各キャンパスのマスタープランを作成し、計画的なキャンパス整備を行っています。大阪茨城キャンパスは南北方向に学びの軸、東西方向に市民交流軸を設定しました。歴史的に形成されてきた茨城市の格子状の市街地の軸に合わせて、キャンパスの軸を設定することによって、周辺地域とつながりを感じさせるキャンパスプランとしています。この2軸でできた4つのゾーンに、学者、スポーツ、市街地整備、公園という機能を配置したシンプルな空間構成になっています。またキャンパスの共学コンセプトである地域社会連携都市共創は、塀のないキャンパスとして表現され、市民交流や地域へ開くという空間コンセプトのベースとなっています。キャンパスは A 棟から F 棟までの6つの建物で構成されています。では各建物の特徴を見ていきましょう。学者ゾーンには教育・研究施設を中心に配置した A 棟・C 棟があります。南北の学びの軸に沿ってコンコースと呼ばれる各棟をつなぐ空間があり、ここから教室やさまざまな共有空間、コモンズへとアクセスします。コンコースそのものも学生の自主的な学び、活動の場としての機能を持っており、行き交う人が交流し、刺激を受けるオープンな空間です。大阪茨城キャンパスは、キャンパス全体をラーニングプレイスと位置づけ、多様な学びの目的、スタイルに応じて利用者が空間を選び、機器や家具を組み合わせ、ネットワークを利用できる環境が整っています。市街地整備ゾーンには一般の方も利用できる施設である B 棟、立命館茨城フューチャープラザがあります。およそ80万冊の収蔵能力を持つ OIC ライブラリー、コンサートや公演利用が可能な1000名収容のグランドホールをはじめ、イベントホール、カンファレンスホールなどがあり、地域社会連携のシンボルとなる施設です。スポーツゾーンには D 棟、F 棟が配置されています。 D 棟にはバスケットボールのコートが3面入る OIC アリーナや、トレーニングジム、学生ホールなど学生活動のためのスペースがあります。また OIC フィールドに付設された F 棟はおよそ800名が観覧できるスタンド施設です。大阪茨城キャンパスは公園に向かって大きく開いています。これは国内の他のキャンパスにはない特徴です。我々はこの恵まれた特徴を生かし、自然、人、街がつながるよう3つの仕掛けと3つの外装デザインの工夫を凝らしました。自然と人、街をつなぐ3つの仕掛け。1、風のコンコース。南北200メートルに及ぶコンコースと呼ぶ空間はキャンパスの背骨になっています。このコンコースに沿うように
テラスを公園に向かって設けました。日本やアジアの伝統である縁側のように風を感じられる内部と外部を積極的につないだ空間を設けました。2. 緑のキャナル。 E の字の形をしている A 棟、学者棟に対し、東西の向きに緑のキャナルと呼ぶ立体的なテラスを設けました。光や風、そして公園へつながる緑を学者に取り込むことで、時や四季の変化を感じられる空間としました。3. 空のプラザ。学びの軸と市民交流軸、そして岩倉公園が交わるキャンパスの中心にお祭り広場を設けました。天候によらず学生、教職員、市民の方々が集い交わる場としました。環境に優しい3つの外装デザイン。 1. 森の揺らぎ。立命館の3つのキャンパスのタイル色彩を融合した外壁です。木漏れ日のような柔らかな光をもたらし、教室での授業への集中やパブリックスペースへの安らぎをもたらします。 2. 知のプリズム。学生、教員、研究者の知が交わり、イノベーションを発信するガラスの箱をイメージしました。時間や季節に応じて障子を開け閉めすることで、快適で創造的な研究環境を使い手自身が作り出すことができます。 3. 知のハニカム。時間や季節の移ろいにより多様な表情を持つ知の積み木、蜂の巣のようなイメージです。縦窓と横窓の組み合わせにより研究へ集中できる環境を作りました。これら3つの外装は省エネが考慮されており、環境に優しいデザインとなっています。アジアのゲートウェイ、都市共創、地域社会連携を共学コンセプトとする立命館大学大阪茨木キャンパスは、地域とともに未来を生み出す学生を育んでいきます。